例えばうどん店でもね、丸亀製麺と花丸はライバル同士、場合によったら牛丼の吉野家とかマックもライバル、ところがツルトンタンは絶対ライバルにならない、同じうどんやってたってライバルじゃない、客単価ライバルであるかどうかいうのは、同じ客単価、同じお客さんを取ってるかどうか、奪い合ってるかどうか、同じお客さん取らなかったらライバルにならない